ザ・サミットは、かつて、テキサス州ヒューストンにあった、スポーツ競技施設。現在は、レイクウッド協会セントラルキャンパスとなっている。ダウンタウンヒューストン南西約5マイルに位置している。1975年から2003年まで、複合スポーツアリーナとして、ヒューストンを本拠地とするいくつものチームが利用していた。 会場から1998年まではザサミットという名称であったが1998年から2003年まではコンパックが命名権を買いコンパックセンターと呼ばれた1971年に NBA のサンディエゴロケッツがフランチャイズをテキサス州ヒューストンに移転した当時ヒューストンにあった最も収容人員の多い屋内競技施設は 建設から34年経過し、老朽化したサムヒューストンコロシアムであった。ロケッツは本拠地建設を決定し、完成まではサムヒューストンスタジアムではなく、ホフハインツパビリオン、アストロドームを暫定的に利用した。1975年に完成後、1975から76シーズンよりロケッツは使用を開始した。ロケッツは1八十一年、 1986年、1994年、1995年と NBA ファイナルに4回進出。1994年、1995年はザサミットで優勝を決めた。ロケッツのほか、和のヒューストンエアローズ、アメリカンホッケーリーグのヒューストンエアローズ、アリーナフットボールリーグのヒューストンサンダーベアーズ、ワンバのヒューストンコメッツなどの本拠地として利用された。 ヒューストン・コメッツは1997年から2000年まで4シーズン連続でワンバで優勝した。また1976年にはテニスのダマスターズが開催された。プロレスリングの会場としても1977年5月20日にアワーチャンピオンのニック・ボック・ウィンクルがテリー・ファンクと引き分けた試合、1979年1月9日、ダスティローですが、 マークルーインを破り NWA、テキサスブラスナックル王座を獲得した試合、1986年10月19日、ハルク・ホーワンが、ポール・オー・オン・ド・オフから、WWF 王座を防衛した試合、1989年1月15日の、ロイヤル・ランブル第二回大会などが開催された。スポーツ以外では、リング・リング・ブラザーズ&、バーナム・アンド・ベイリー・サーカス、ハーレム・グローブ・トロッターズ、 セサミストリートライブディズニー・オン・アイスのイベントも開催された。コンサート会場としても著名なアーティストが多数利用しており、1975年11月20日のザ・フーの北米ツアー、1988年4月8日から3日間連続でマイケル・ジャクソンのバッド・ワールドツアー、1990年5月4日、5日にはマドンナのブロンド・アンビションツアーの公演が、 行われている。ありがとうございます。